長野です。今日はこれを作ります。モデリングソイルというものを使ってみます。水でこねるとそこそこの硬さになる土ですね。入れ物は ADA のガラスポット角ロングというのを使います。75-75-140mm、高さ14センチですね。透明でとても綺麗なんですけど、もう廃盤なのでどこかで見つけたら即買った方がいいと思います。石は神旗青化石というのを使います。竜王石みたいなやつですね。プロトタイピングしてみます。今回はいつもの赤玉ソイルではなくてプラチナムソイルを使ってみます。なぜかというとですね、今日植えるベゴニアミニが割と栄養が好きなので、赤玉ソイルよりも栄養のあるプラチナムソイルを使ってみます。石で組むので割と盛り気味にソイルを入れます。でひたすら組んでいきます。今回はですね、左側に石の壁があって、そこにベゴニアミニが上に張っていくようなレイアウトにしようと思います。まだモデリングソイルをつけてないので石が不安定なんで倒れるかもしれませんので、慎重にやってみます。だいたいできたら湿らしておくとある程度固定されますね。でソイルを持って整えてみました。次にモデリングソイルをこねていきます。以前リセットした時にですね、使ってたモデリングソイルをほったらかしておいたんですが、そうすると乾いてまた元のように戻ります。べしゃべしゃにならないぐらいがちょうどいいですね。水が多かったんで捨ててきました。だいたいこれぐらいでいいです。これ大変なのがですね、手がかなり汚れるんですよね。石と石の間の隙間を埋めていく感じですね。ピンセットを使ったりすると便利です。だいたいできました。ソイルを調整します。ベゴニアミニを植えていくんですが、よく写っているこの前のケージですね、実はベゴニアミニ関係が3種植えてあるんですけど、そこから取ってきます。でベゴニアミニって何っていうことなんですけど、僕が持っているのはこのガッキーさんからアクアリウムバスで買ったものなんですが、 LA 瓶ですね。この長谷さんが書かれているように、ベゴニア最初はミニとしてリリースされてたんですけど、リケノラという学名がついたようで、現在はベゴニアリケノラと呼ばれています。この写真のですね、右上のにあるように上に向かって伸びたりします。植栽はですね、置くだけがいいと思います。置いておくと根が下に伸びてどんどん増えていきます。なのでレイアウト制作直後はですね、ちょっと根っこの部分が見えていてあれですが、そのうち下に根を生やして上の方に伸びていっていい感じになると思います。多分1ヶ月ぐらいで変化があると思います。成長は割と早い方です。これでだいたい完成ですね。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。